おはようございます、ナスケです。これから朝ごはんに向かいます。そして今日は離島に向かいます。今起きて3分ぐらいです。やばい。誘惑がすごい。美味しそう。だけど帰る。チキンとライス。いただきます。ちょっと降ってる。もう今ね、キャンセルなんじゃないかって電話したらね、波が高いからキャンセルかもしれないっつって、えってなってたら、なんか迎えに来ました。わけわかんない。すごい、なんでなんでって感じ。とりあえず無事乗りました。これからね、多分行けると思う。そう、なんとか出発できそうです。現地に着きました。で、あっちにね、ほら船があって、あの船に、ね、乗っていきます。車の中でもね、電話かかってきて、キャンセルになったからみたいな。全然向かってるのにキャンセルになったからとかって言って、旅行会社から電話かかってきて、まあ、タイのね、旅行会社なんだけど、向かってますって言ったら、なんかあ、じゃあ OK みたいな。すごいね、すごいすごい対応です。非常食の明治ハイプロテイン 27g 配合という化け物プロテインです。なんて書いてあるかわからん。でかい野良犬。え、こわプーケットからカイアイランド、ヤンアイランド、バンブーアイランド、いろいろ行くみたいです。モンキービーチには猿がいるらしい。こいつはね、要注意だって。で、あのね、ピンクの船に乗っていきます。こんなにね、人がいるんだけど、日本の人はね、結構少ないですね。インドの人がね、結構多いらしいです、最近。インドとヨーロッパの人が多いみたい。怖え。これやります。すでに怖え。無事に乗り込みました。マジすでに怖い。こんなところでついに出航。来ました。すごい、一面海。タイの海はすごい綺麗ですね。こんな感じで島があります。そしてなんと昨日の PCR 検査陰性でした。とりあえず安心しました。まあ、これで無事帰国できるのと、とりあえず今回はね、ピピ丼、わかんないですけど、なんかピピ系の島に着きました。みんなもうね、なんかね、泳いだりしてる。めちゃくちゃ綺麗で、まあ雨季だけど、まあちょっと雨降ってるんですよね、今実は。だけどそんなわかんないっていう感じです。素晴らしい。インストラクター17年やってる方がいるんですけど、ここは怪盗って言ってました、その方が。怪盗めっちゃ綺麗です。あー、すごい。セクシーな人がいっぱいいる。すごいな。本当だったら多分屋台とかやってんのかな。今はね、人の気配が全然ないです。でもこんな感じでね、海の家みたいなのがあって、ほら足場とかめっちゃ怖くない？こことか海なんですよね。うわーい、探検してます、島を。結構小さい島です。至る所に猫がいる。いや、ついてこないで。嘘です。嘘です、なんもないよ。これおやつもついてるみたいです。すごいです。これね、でもね、チョコだよね。タイではね、このお水をね、毎回渡されます。こんな感じで開けて飲むみたいな、あんまないですね、日本だと。びっくり。海の家がさ、見て、こうもう下海なの。めっちゃ怖い、抜けそうで。修理とかしてあるんだけど、すごい。これ落ちそう。グワングワンの船に乗ります。すごい揺れてる。あっちも揺れてる。すげえ。やべ、落ちそう。船の上です。落ちそう。やばい。ペプシーはね、無料で配ってます。スタッフの背中にね、ペプシーって書いてあるから、多分ペプシーの協賛でツアーやってんのかなって感じです。出発するみたいです。このね、見て、ピピレイっていうね、島に着きます。来てください。で、シュノーケリングをね、これいただいてね、これからニモに会ってきます。ニモがいるらしい。一眼を持っていかないからね、なかなか撮れないけど、ちょっと楽しんでいきます。
りできました。下にはね、すぐにね、魚がいて、めちゃくちゃ綺麗。もう目つけた瞬間さ、この魚にペッてね、いるんだよね。めっちゃ怖かった。なんかしかもね、熱帯魚みたいなやつ、ニモじゃなかったけど、ニモみたいなやつだった。色はね、全然ニモじゃない。みんなね、飛び込んでます。さあ、行くのか。ふぅ、うぇーい。うわー、猿がいる、猿が。猿さんがいる。モンキービーチに着きました。なんかね、お猿さんがね、いっぱいいるらしくて、荷物は持ってきちゃダメって、全部取られちゃうらしいから、カメラしか持ってきてないです。それにしてもすごいな。怖え。比較らしいですよ、結構。モンキービーチはすごいね、静かです。絶対にもう船じゃないと来れない。こっちはもう全部沖だし、ビーチがもうここしかない、この範囲しかなくて、時々なんか猿がね、ここら辺にいるみたい。モンキー、やばい、攻撃はしてこないでね。モンキーがね、そこにいる。結構近くない？はーい。え？素通りされた。まあ怖いよね、猿も。きっと猿も怖いと思う。人間がだってさ、こんなにいっぱいいるの。こんなにいっぱい観光客がいてさ、絶対怖いでしょ。お猿さんと、それを見る人たち。うん、僕たちの先祖ですね。元気？有名なピビ島に着きました。これからね、ここでみんなでご飯を食べるみたいです。はぁ、次向かうところはめっちゃ綺麗なんだけど、サメがいるらしいから泳げないって。バチクソ怖えサメがいるって怖っ。ご飯を食べていきます。見て、綺麗でしょ？タイって感じ。行きましょう。バイキン。トマトパスタ、タイ米、ちょっと辛そうなチキンとスイカです。拭いた方がいいらしいです。やっぱり衛生的に日本人はお腹をね、暮らす人が多いみたいで、そういうのは気をつけた方がいいみたいです。僕はまだお腹は暮らしてないです。ということで、いただきます。あ、おいしい。すごいヘルシーです。見た目と違って。急なスコール、スコールっていうか、雨がね、結構降ったりやんだりしてて、この木の下でね、僕らなんか、あのボートの名前がジョーカーチームって言うんですけど、ね、ずっとジョーカーチームって言ってる。で、今から船に乗ります。よいしょ。まあ、やべえ。島に着いて、反対側のね、ビーチまでね、歩いていこうってことになってます。自然、もうめちゃくちゃでかい虫とかめっちゃいそうだけど、もうね、気にならないレベルになってます。ご飯食べてもね、やっぱハエとかはね、結構いますね。あの、熱帯だからっていうのがあると思います。僕はあんまり気にならないけど、気にする人は気にしそうな感じですね。とりあえずね、ご飯でもめちゃくちゃ楽しいです。アドベンチャーみたいな。Welcome to Maya Bay! 綺麗なビーチに着きました。これがね、すごい、これ。見て、この広大さ。でかいさ、岩に囲まれてめちゃくちゃ綺麗なビーチがあるという。これがね、タイのね、マヤベイっていうね、結構ね、有名な観光名所らしいです。すげえ。近くに来るとこんな感じ。やばいね。いっぱい人もいます。でも日本の人は全然いない、マジで。すごい楽しい。気軽にカメラが回せる。すごいです。わあ、最高だ。これは砂もすごい。ほら、そこに山がね、こうやってバーってあって、あんなに人がちっちゃい。ほら、わけわかんないでしょ、あんなに人がちっちゃいの。よし、これでね、ビーチ巡りは多分終了かなって感じですね。辺り一面こんな感じで囲まれてる。多分帰ります。ここから無事帰ってきました。乗り場がね、不安定すぎて、この乗り場が浮いてるんですよね。浮き輪の上にみんな立ってて、グラグラの状態で乗り込んでいくっていう感じ。これでね、ツアーは終わりです。これからね、港に帰ります。行きましょう。ツアーから帰ってきて、今ね、なんとね、旅行初の晴れという。すごいです。めちゃくちゃ嬉しい。ちょっとね、景色がね、綺麗なところがあるので、一旦上がってみたいと思います。おー、すごい、めっちゃ綺麗。海外っぽい。ふぅー、すげえ。いい感じ。オッケー。オッケー。
プーケット最大のデパート、セントラルプーケットっていうところに来ました。タイのね、プーケットでね、一番大きいデパートらしいです。タイのデパートはね、結構面白いので、ちょっとね、皆さんにもぜひ知っていただきたいなと思ってます。なんか外側にはシャネルとかね、いろんなブランドもありました。だからちゃんとしっかりしてるのかな、わかんないけど、僕は初めて来るのでちょっと楽しみです。内装は変わんないですね、日本。でもなんか普通にすげえ銅像とかいる一応ここにみんな大好きスターバックスもあります。思ったよりスーパーは結構いろんな品があって、すごい清潔感があります。タイのマーケットって思ったよりもうちょっとね、フレンドリーというかよく言うとフレンドリーみたいな感じのタイの並びをイメージしてたけど、すごい綺麗です。気になる胸肉は1キロ260バーツだから1キロ1000円ぐらい、すごく美味しそう。コアラのマーチもタイ語。僕の父助がですね、あ、お父さんなんですけど、父助が歯磨き粉が欲しいって言って、タイはね、歯磨き粉は結構有名らしくて、デンスティスティみたいな、このね、パッケージがすごい有名らしくて、これ結構ちょっと高い、1本ね、まあ、800円ぐらいしますね。これちょっと高めなんだけど、これがタイで、ね、結構有名な高級歯磨き粉らしいです。これをね、ちょっとお土産に買いたいと思います。美味しいイタリアン寿司屋さんがありました。2階はね、マイケルコースだったりとか、建造とかもありますね。普通にブランド物がね、結構置いてあります。上はね、結構ね、フード系のエリアが多いのかな。すごい面白いですね。アディダス、クラウンってエビなんですけど、エビのサイズをね、選べるらしいです。あ、でっかすぎる。 Yeah, just right. でっか。 Yeah, great big, right? One piece of this. 小さいので。 4? You see the wind, please? あ、グラムでいくら買うのね。Yes, 640バーツ。安定のゼロコーラ。もうこのタイ語は読めます。ゼロシュガー多分間違ってる美味しい。ギフタイム。日本人は多分お腹が弱いですお腹壊さないように。エビとチャーハン、カニチャーハンです。いただきます。チキンガーリー、いただきます。おいしい。よし、帰ってきました。ドゥーンドゥーン。よいしょ、乾杯。バイえい。ということで、タイ3日目終了でございます。もうね、10時半ぐらいなんですけど、バチバチにね、1日つめつめスケジュールの、今日もね、実は撮影しないんですけど、 YouTube の編集とかも合間にやって、もうね、最高にね、充実した1日をね、過ごせてます。ということでね、ラスト最終日。タイってやばいね、刺激が多すぎてめちゃくちゃ楽しい。もう動画にできてないいろんなことが起きてるから、それでもね、やっぱり一部始終はね、結構動画に収めてるつもりだけど、回してない時にトラブルとかいろいろあるんだけど、そういうのもね、きっと明日あると思うので、また明日の動画も楽しみにしてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。